さん、朝ごさんとか言っちゃった。朝ごはんを食べるミオさん、うーん、船とか乗っちゃって到着。あ、見てた寝てた寝てた、最後の15分ぐらいみんな寝た。ここがパン屋さんらしいです、ね。バギーに行く前にお昼食べます。はい、美味しそうです、ね、おしゃれなパン屋さんだったね。めちゃくちゃ美味しい。今日泊まるところはヴィラなんですけれども、ここもう全部今日は私たちのスペースです。芝生と目の前はちょっと今日は天気が悪い。でも明日は晴れるみたいです。広っ、めちゃめちゃ広いな。イエーイ、初バギー。よー、桜ちょっといかつすぎるかもしれない。え、いいね、ギャップギャップ。え、運転難しそう。バギーで来ました。楽しいね。楽しい。私は全然乗ってないんですけど、じゃあ車だけさせていただいてます。車から見ていただいて、はい、じゃああと30分ぐらい乗るみたいなので乗ってきます。走るとすごい寒いのでこのベンチコートを借りました。防寒ですか？寒いんです。これでも結構寒い。タバクー、え、なんか雲みたいだね。あ、ちょっとお疲れ様。あれれれあれれれれれれ、お疲れ様でした。嬉しい、かっこいいな。撮影終わり、あのバギーで帰るよ。はい、あ、お疲れ様です。またお願いします。なんて36カフェ136カフェ、ただのジュース、バナジュース。眩しいわ。眩しいな。なんだっけ、バナナレモン、おいしい、フローズンジュースって、え、バナナミルク、ミルクのスムージー感あるの？普通のサラサラジュース。うん、幸せ。いや、おいしい。三原山展望所、かわいい。ブルーインチャンネルご一行様、寿司行へようこそ。いいね。ありがとうございます。
今日の大将です。よろしくお願いします。ということで1日目もあっという間に終わっちゃうけど乾杯。乾杯。よく分かんない。これがココブシって言って大島のアワビの子供みたいな、アワビのちっちゃいマス。全然平気だよこの子。臭いよ。臭いけど一発の衝撃で慣れちゃう。あとは適応力高い。臭い。臭おいしい。味はね。臭おいしい。臭おいしい。もう臭い。マーボー、マーボー、マーボー辛いよね。マーボー行こう。マーボー辛そう。でもこれマー唐辛子を使ったマーボー豆腐です。辛い。辛いよ。違う。甘くない。お寿司が来ました。あんなに食べたのね。ただいま、ただいま、ただいま。お腹いっぱいだ。なに？最近蹴るんだよ。あ、食べ過ぎですね、ただの。すいません、ただの食べ過ぎです。はい。今マスカラリムーバーやってるから目元が真っ黒。リルナさんはアイスは食べません。明日そうだよ7時には起きます。ベッドが2つずつだったので私がこっちで一人で寝ることにしました。おやすみなさい。今からモーニングに行きます。時刻は8時。はい、5時前です。55分。ねえ、海だよ。お店がまさかの、今日はモーニングをやっていないという日でした。どうしよう、どうしようか。何かを絶対にどこかに行こうっていう思いはあるよね。うん、あるある。だって起きたもんね。頑張って。ここに来ました。よかった。ゆりなさんがごまんまセットと私とみよさんがモーニングセットにしました。お得じゃない。朝食でありつけたね。やった。おにぎりとサラダと卵です。ハート型のコフ、かわいい。いいことある。いいことあるね。和食、みんなみんなこれどこ見てるの。うちらさ、地図も見ないでただただ車を走りなんかそういうの歌詞にありそうじゃない。なんか道なき道を進むんだよ。そうだよ。地図を、あ、かっこいい、かっこいい。なんかマップも。
まず出さかった地図を見ずに、地図を見ずにだから作詞するね。あ、お願いします。あ、じゃあ作詞で、さくらちゃん作曲、じゃ一緒に作詞するね。はい、いいよ。あとね、じゃあ何、まず地図を見ずに道なき道を進む私たち、うん、じゃあバラの系でいい、どっちがいい。え、なんか選べる、総合プロデューサーで、え、え、私プロデューサー、どうしようかな。歌詞どうですか今のは。なんかその地図っていうよりもやっぱそのマップとかの方がいいかな。そのマップの方がいいかな。マップを見ずに待って高すぎるかもしれない、どうしよう、やばい。マップを見ずに進む坂道アップ。うわ、ウーか、マップ、じゃあ海とか言ってるね。シー全部言う、もうさ全部英語で言えばかっこいいと思ってるでしょ。疲れてない。絶対に疲れてない。よく聞くフレーズだな。よく聞くんだよな。たい焼きを食べに来ました。なんかこのたい焼き有名らしいよね。ね、すごい出てきた。オープンと同時に入っちゃった。11時オープン、11時に過ぎてるから高くなったから。見せて、みんなのたい焼き、すごくない？美味しい。いい匂いするね。大きい羽だよ。やればいい。美味しい。このね、牛乳見て。うん。可愛い。可愛いパッケージの大島牛乳。めっちゃ美味しい。うんうん。カスタードにしました。カスタードどう？うん、美味しい。食べる？ちょっと食べたい。カスタード。ちょうどここカスタード。うん、美味しい。なんか普通のたい焼きより生地が薄めで美味しい。で、中身ぎっしり。うん。これから東京に戻ります。上がり目や皆様のシートベルトや